デリック・ラブレント・ジョーンズ・ジュニアは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州チェスター出身のプロバスケットボール選手。NBA のシカゴブルズに所属している。ポジションは、スモールフォワード。UNLB で1年間プレーし、2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしたが、どこからも指名されなかった。 ドラフト後のサマーリーグにサクラメントキングスの一員として参加する予定だったが、怪我のため一試合もプレーできなかった。アピールに失敗したジョーンズだったが、それでも高いポテンシャルを見込んだフェニックスサンズとのトレーニングキャンプの契約にこぎつけ、その後サンズと正式に契約した。2016年11月16日のフィラデルフィアセブンティシクサーズ戦で、 NBA デビューを果たしたが、シーズンのほとんどを G リーグで過ごし、NBA での試合出場は32試合にとどまった。2017から2018シーズンはさらに、出場機会が減少し、2017年12月12日にサンズから解雇された。2017年12月31日にマイアミヒートと2ーイ契約を結んだ。ヒートでは、ある程度の出場機会を得た。 2018年7月1日、ヒートと正式契約を結んだ。2018から2019シーズンは、キャリアハイの60試合に出場するなど飛躍した。2019から2020シーズンは、NBA スラムダンクコンテストに出場。決勝まで勝ち進み、決勝で優勝の大本命とされていたアーロン・ゴードンと対戦。互いに譲らず50点満点の応酬が続き、 延長戦に突入。そして2度目の延長戦で、ジョーンズのレーンアップが48点に終わると、ゴードンは身長229センチメートルのタッコホールを飛び越えダンクを決める驚愕のパフォーマンスを披露。会場中がゴードンの勝利を確信していたが、このダンクが47点に終わり、ジョーンズの優勝となった。 この判定は物議を醸し優勝が決まったジョーンズも一部のファンからブーイングを浴びた。2020年11月21日にポートランドトレールブレイザーズと2年1900万ドルの契約を結んだ。2021年8月28日に3チーム間のトレードでシカゴブルズへ移籍した。ありがとうございます。